2019年の問題のね、ル題を作りました、RLC の並列回路がですね、Y 決線となっていますので、従ってですね、核電流を別々に計算して、電流、I、を求めましたまた負荷にはですね、総電圧が加わるということに注意をしてください。 A の問題ですけどね、えー、抵抗を流れる電流を IR としまして IR は総電圧ルート3分の200ボルトをですね20オームで割った値になります、えー、この値はコイルを流れるですね電流 IL とも等しくなります、えー、コンデンサーを流れる電流ですねこれを IC とすると IC は総電圧ルート3分の200ボルトを 40オームで割った値になります。から、全電流 I は各電流のベクトル和となりですね。6.5アンペアとなります。B 問題ですけどね。これは各抵抗ですね。20オームによる消費電力を求める問題です。他のですね、コイルやコンデンサーは無効電力を発生しますが。 有効電力には関係ありませんので無視して解いてください。1、はい、層分のです、ね、消費電力は総電圧の2乗を抵抗で割ったものですから全消費電力はこれを3倍したものになります。 なお、台はですね、キロワットで糖尿、えー、いますんでね、それで10のマイナス3乗をかけました。